か男性もアームアクションがちょっとパソっぽくなるんじゃないでしょうか、はい、でそのままシャッセシャッセでそこからドラッグに入っていくんですけど、ドラッグをする瞬間にパッて形を一生懸命取るんじゃなくて、軸足シャッセが終わったこの持ってる軸足をで使って最後に行ってあげるとダイナミックに力強いドラッグができると思います、はい、それでは4人でシャッセシャッセドラッグいってみましょう。せーの、シャッセシャッセドラッグ。はい、それでは、続いてはエカートの、ステップのアドバイスをしていきます。エカートの、フットワークなんですけれども、左でアペルをして右足バックで左足サイドに行ったらこのまま後ろにかけます。でこの時に、いろんなアペルのやり方が皆さんあると思うんですけれども、ここではアペルをした後に交代をします。ですのでアペルはアペル、交代は交代っていう風に動いてしまうと一つ一つ途切れてしまって非常に体の運動が遅くなってしまいます。ですのでちょっとサイドからやりますね。アペルをした瞬間にも体の中は次への運動ですね、次交代していく、そのためのアペルだと思ってください。アペルはただただで足を音を鳴らすんではありません、ね、次への運動を起こすための体の中の圧に集めるアペルの運動ですのでっていう風に動いてあげてください。で、それと同様にブンブンって下がったら次サイドですので、その後もしっかり左側に軸足を意識して使って移動してあげてください。でないと1、2、3、4の音には間に合わなくなりますので、それで意識してみてください。ではみんなでいきます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、それでは、ボタホーのアドバイスをしていきます。ボタホーでは、サンバーのボタホーとかもあるんですけれども、ここでは、パソドブレはちょっと基本的に、ヒップアクションとかパソドブレとかも出てこないので、ここでの、ワンポイントアドバイスをするならば、ヒップアクションがないバージョン、まずあるバージョン、ダメなバージョンですね。やったった、やったった。こうやって思ってしまうと、曲がなってないとあれサンバだよねっていう風に見えてしまうボタンホームです。ですので、パソドブレの時は基本的には下半身ですね、このお尻の下もこうぐーっと中に入れたまま、この状態でボタフォーをやってください、はい。まずじゃあ後ろにこうかかった状態から、もう後ろにクロス、その前にクロスした時にちょっとこうセンターが前にググッと入ってくれるようなイメージが皆さんにあると思います。それを壊さずに次も進んでいくと非常に力強いボタフォーができると思うので意識してみてください。はい、それでは4人で後ろにかけたところから左足からいきます。せーの、やっつやっつ。はい、それでは続いてはスパニッシュラインとフラメンコタップのアドバイスをしていきます。まずですね、ボタフォゴが終わった状態から女性のフットワークなんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、アップ、セブン、エイトというふうなステップになっております。で、この時に、アドバイスするならば、ここではちょっと男性と女性の振りが少しだけ変わります。というのは女性と男性がこう向き合う形になるように私たち踊ってますので、ぜひカップルで、やってみたいなと思う人がい
ったら、ちょっとここ男性は男性、女性は女性で勉強してみるのもあるかと思います。抜きをスパニッシュラインっていうのは1、2、3、4って半回転してます。ですので1、2、3、4、1カウントずつあのステップを踏んでるんですが、体のスピードチェンジですね。横でやりますね。1、2、3、4、5、6、7、8っていう風に音を取ってる方も非常に多いと思いますが、こういう風に音を取ってしまうとちょっと力強さに欠けるというか、強弱がないこう体の使い方になってるんじゃないかなってしまう気がします、見ててですね。なのでできるだけスピーディーに1、2、3、4っていう風に向かい合う瞬間をギュンで、その後落ち着いて品よく品高く、スパニッシュラインを作って、そこからまたっていう風に相手とこう会話をするですね。ちょっと男性とレッチしてやってみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。見えましたか？じゃあやってみましょうか。すごい顔ちょっとやってみましょうか。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、それではグランドサークルのアレンジバージョンをやりたいと思います。その前にこの状態で、スパニッシュラインフラメンコタップが終わっている状態から、グランドサークルですとこのままこう進んでいくんですが、アレンジをしてますので、前進サイド前進サイドというふうにステップをここは、作っていますので、ちょっと皆さんにもそれを勉強していただきたいなと思います。で、この時のワンポイントアドバイスなんですが、体を、状態をですね、全身サイド、全身サイドって体が全然変わらないで、足だけがこうやって変わっていくのは非常にかっこよくないですので、しっかりおへそ、いつも私おへそをテーマにこう結構出すことが多いんですけど、おへそを前進させて、その中で上体を横に変えていく。で、またおへそを前進させて上体を変えていく。そういうふうにやると体に表情がついてきます。表現力がですね。どうしたのかな。おへその位置を。自分のおへその位置を確認。確認。そう、でも皆さん大事ですよ。自分のおへその位置をしっかりこう触りながら、どういうふうに動いてるかなっていうのを考えて踊ってみるのもすごく大切だと思います。で、そこでは女性は女性らしく、ただこうやってかっこよくこうしかめつらして踊るんじゃなくて、男性に対してこういうちょっとね鼻で顔を見るようなイメージで踊ってみるとセクシーさもついてくると思います。はい、ではここでの男性のアドバイスもお願いします。はい、動きに対するアドバイスは同じですね。男性と女性変わらないと思います。もし変わるとしたら、女性は少しスカートを持ってフリーアームを使うイメージですけど、男性は基本的にフレーム、自分のスペースっていうのを変えないので、手がバタバタすると男性らしくなくなっちゃうので、そこだけ注意することと、表現に対して言うと、外の観客にアピールする場合と、お互いでカップルで意識し合うところっていうのを目線を少し変えた方が良くて、外に対してアピールする場合っていうのは、自分のさっきのここのですね、ペルビス、骨盤の角度をしっかり前に出して、それに合わせて胸も少し上を向けて、プロジェクティ、少し広く自分の目線を高くして、周りにアピールできるようにするようにするといいと思うんですけども、お互いが向かい合った時にちょっと、ね、向かい合った時っていうのは、女性の目線っていうのは、女性的には大体は少し目線が下がるので、男性はこうではなくて少し女性の目線に合わせてしっかり強い、この角度にした方がいいと思います。
なので先ほどのスパニッシュラインフラメンゴタップからこのグランドサークルのアレンジ、このステップはずっと向かい合っているはずなので、目線の角度を少し変えると表現がグッと男性らしく強くなると思うのでチャレンジしてください。はい、それではフラメンゴタップが終わった位置の状態から、女子は左足前進、男子は右足前進で、グランドサークルのアレンジバージョンいってみます。せーの、スロー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 。はい、それでは続いてのラパッセの、アドバイスをしていきます。ラパッセではお互いここもそうやって向かい合って、ちょっともう戦ってるような駆け引きが行われる部分なんですけれども、その時のアドバイスとしては、足をお互いで出して出してっていう風に足元にこう意識がいってしまうと、ちょっと強さとかその表現に欠けてしまう部分があります。ですので足を出すんですが、意識するのは出した足のボディ、ザッカッカザッカッカっていう風にボディでトーキングしてください。そうすると男女の駆け引きがものすごく見えてきます。はい、それではグランドサークルのアレンジバージョンを踊り終えた後、ラパッセを4人で踊っていきます。男女ともに右足に乗ったところからスタートします。せーの、チュッ、いいですね、できましたか。はいはい、それではクローズドプロミナードとユイットのアドバイスをしていきます。クローズドプロミナードは、もうベーシックのベーシックですね、基本です。まず左足を前進させてクローズで、サイドに入ります。でそこから1,2,3,4,5,6,7、 皆さんがよくやったことがあるステップだと思うんですけれども、ここでの、アドバイスは必ず、男性とこうフレームしてた場合でも向かい合うっていうことが分かってたとしても、パソドブレは更新するっていうのが基本です。ですので、いつもよく言うおへそですね、おへそをしっかりまっすぐ進んでる中で絞りを効かせてっていう風に入っていくと、音が非常にシュッていう風にダンスの表現が見えてくると思います。こうね、シュッシュッ、ね、でそこから、クローズプロミナードやって、この時に右足にしっかり立ちます。じゃないと次左足から進んでいくので、1,2,3,4,5,6,7、 でラストもしっかりセンターをまっすぐ向けて、せーの、そうですはい、でこの時のワンポイントアドバイスは、もう私は必ずおへそをまっすぐ進めて、切り返しのところは上体の絞りを強くしてシュッと切り返してあげるということですね。はい、それではラパッセが終わったところからいってみます。男女ともに右足に乗りましょう。いきます、せーの、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。はい、それではラストになります。セパレーションのアドバイスをしていきます。セパレーションは、まずアペルをしますね。左足でアペルして、1,2,3,4,5,6,7,8、ね、これをよく行ってるんですけれども、ここでのアドバイスですね、かっこよく見せるアドバイスで、よくこう足をどうインに入れるんですかとかっていうアドバイスいただくんですけれども、まあ、男性はあんまりこうね、股とか足とか気にしないで、男性のパソドブレの方針は少しこう膝がね外にシュッて出ていくようなイメージで、男らしく歩くイメージで、1,2,3,4、やっかっかやっかったった
ていう風に進んでいただけると男っぽく見えるんじゃないかなと思うんですが、それもちょっと後でやってもらおうかなと思いますが、女性はスカート、今ちょっとスカート持ってないので掴みづらいんですけれども、スカートでシュッ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 っていう風にこうイメージですね、自分の中でスカートがこうワンってなってるようなイメージで、それをちょっと腕の振りとかをつけてあげると自然に体が絞れてくると思います。なのでよくね、こうワン、ツー、スリー、フォー、こうやって足元を動かす女性がおたまに見かけるんですが、そうじゃないんです。ちゃんと全体的なイメージっていうのがあって、どういうシステムで足が入っていってるんだろうっていうのが分かった状態じゃないと足はこうそう入っていかないので、それをイメージしてやってみてください。はい、それでは、セパレーションを4人でやっていきたいと思います。はい、左足アップルからいきます。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8。それではもう一度、よろしく。